ナンバーアンダーラインアイ、史上最速の1000万再生達成。渡辺直美さんが以前、世界に発信するなら、世界に合わせるのではなく、日本らしさを出す方が良い、と話していたことがある。2024年5月27日の深夜0時、ナンバーアンダーラインアイの最新曲、ボンのミュージックビデオ、MV が YouTube で公開された。公開後、 翌28日の午後1時頃には1000万回再生を突破するという驚異的なスピードでその再生数は絶えず伸び続けている。日本史上最速で1000万再生を達成したその背景には彼らの国内外での戦略的な展開とファンとの強い絆がある。ナンバーアンダーライン愛はこれまでにも成功を収めてきたが今回のボンの成功は特にその戦略的な海外展開が大きな役割を果たした。 ボンの MV は和風の要素をふんだんに取り入れた内容となっている。歌詞やメロディーには日本の伝統文化が色濃く反映され、茶道や襖、ま、紙芝居、そして団地などの日本らしい風景が映し出されている。これらの要素は海外の視聴者にとって非常に新鮮で魅力的に映るだろう。さらに MV の冒頭には、警告、激しい点滅があります、という正し書きが英語、韓国語、 中国語でも表示され、歌詞の翻訳も10カ国語に対応している。これにより、世界中のファンが楽しめるようになっているのだ。しかし、今回の成功の鍵は、ボンの発表までに行われた戦略的な活動にある。ナンバーアンダーラインアイは4月15日、アメリカカリフォルニア州で開催された世界最大級の野外音楽フェスティバル、ゴチャイラバレーミュージックアーツフェスティバルに出演した。 ここで韓国のボーイズグループ g o ブ7のメンバーであるジャクソン1とコラボレーションしたことが大きな話題となった。ジャクソン1はインスタグラムのフォロワー数3200万人を超えるアジアのスターであり、彼とのコラボレーションはナンバーアンダーラインアイの認知度を急速に高めた。このコラボレーションを通じて、ジャクソン1の熱狂的なファンがナンバーアンダーラインアイに注目し、SNS での拡散が加速した。特に、 ジャクソン1の公式ファンアカウント、ジャクソン1ワールドがナンバーアンダーラインアイのボンを紹介したことが大きかった。この紹介により、ジャクソン1のファンであるジャッキーがボンを視聴し、その結果、日本でもジャクソンさんが SNS のトレンド入りするなど、ファン同士の連携が強化された。さらに、ナンバーアンダーラインアイは、スポティファイやアマゾンミュージックなどのストリーミングサービスの広告等としても起用されており、 その影響力は日本国内だけでなく、ヨーロッパのサッカー試合の広告にも反映されている。これにより、世界中での認知度がさらに高まった。ナンバーアンダーライン愛の成功は、K-POP アーティストの戦略に似たものがある。彼らは初めから海外進出を意識し、インドネシアやフィリピンなどの若い世代の多い東南アジアの国々で多数のファンを獲得してから、アメリカや世界市場を目指す。 この戦略をナンバーアンダーラインアイも採用し、アジアを拠点に世界へと進出している。ナンバーアンダーラインアイは、ゴーチャーラでの出演を機に、海外での知名度を急速に高めた。特にジャクソンワンとのコラボレーションは、彼のファンやフォロワーにナンバーアンダーラインアイを知ってもらう大きな機会となった。そして、その縁はしっかりとつながり。 ナンバーアンダーラインアイの動向はアジアのエンターテインメントファンにも注目され続けている。その結果が今回の最速1000万再生であり、紅茶ラ出演がいかに大きな影響を与えたかが明らかである。今後もナンバーアンダーラインアイは K-POP アーティストに負けない世界戦略を見せることが期待されている。彼らの活動は日本のエンターテインメントの機種としての役割を果たしており、 その影響力は、ますます広がっていくことだろう。渡辺直美さんが以前、世界に発信するなら、世界に合わせるのではなく、日本らしさを出す方が良い、と話していたことがある。この言葉は、ナンバーアンダーライン愛の成功にも通じる部分がある。彼らは日本の文化を大切にし、それを世界に発信することで、他国の人々の興味を引きつけているのだ。ナンバーアンダーライン愛のファンは、 彼らの音楽に対して非常に熱狂的であり、特にボンは聴けば聴くほど中毒性が増していくと評されている。MV は一瞬たりとも見逃せない内容であり、その魅力は多くの人々を引きつけている。ジャクソンンのファンがナンバーアンダーライン愛を支援する動きもあり、その影響で再生数が急増したことは明らかである。日本からアジア経由で世界を目指すには、濃いファンダムの存在が重要であり、 ナンバーアンダーラインアイはその点でも成功を収めている。さらに、スポティファイやアマゾンミュージックの広告にナンバーアンダーラインアイが登場することで、ストリーミング普及の一助となっている。彼らの音楽はアメリカやヨーロッパでもダウンロードされ、再生されている。今回のミニアルバムのー・オー・リングは、決してミニではない。彼らの自己プロデュース力は驚異的であり、 アメリカや欧州でのイージーリスニングブームの回帰傾向をしっかりとつかみ、自分たちの音楽をうまく消化している。彼らのアンテナは全方位に張り巡らされており、その結果、世界中のファンを魅了している。ナンバーアンダーラインアイのボンは、心地よいアジア的な音が混じり合い、踊るボン踊り、踊る1億人という歌詞が DNA に組み込まれた懐かしさを呼び起こし、本当に癖になる楽曲である。 MV は、ドリフを連想させるたらいの落下や、紙芝居おじさん、お茶席など、楽しくて心が喜ぶ要素が満載であり、朝から元気になれる内容となっている。私は、この作品を大傑作だと思い、何度もリピートしている。ナンバーアンダーライン愛を応援し続けたい。彼らの成功は、単にファンダムの団結だけではなく、彼ら自身のプロデュース力と戦略的な活動によるものである。 世界各地でのダウンロード数の多さが YouTube の再生数にも反映されており、その影響力はますます広がっている。オーストラリアから始まり、イギリス、フランス、香港、台湾でも1位を獲得し、アメリカでもその人気は拡大している。ナンバーアンダーライン愛の今後の活動がどのように展開していくのか、非常に楽しみである。彼らは日本のエンターテインメントの未来を担う存在であり、 その影響力は、ますます強まっていくことだろう。これからも、彼らの活動に注目し、応援し続けたいと思う。ナンバーアンダーライン愛の成功は、単なる偶然ではない。彼らの戦略的な活動と、ファンとの強い絆があってこそ成し遂げられたものである。これからも、彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、非常に楽しみである。そして、 彼らの成功が日本のエンターテインメント業界全体にも良い影響を与えることを期待している。最後に、あなたはナンバーアンダーライン愛の成功をどのように見ていますか彼らの音楽や活動についてどんな感想を持っていますかぜひ、あなたの意見を聞かせてください。そして、これからも彼らの活動に注目し、応援していきましょう。